ゴロゴロするだけで足が痩せるの？って今半信半疑に見てると思うんですけど、結論から言うと足は痩せます。っていうのは、まずね、足にむくみがある方はこのね、ふくらはぎをね、コロコロするのやってみていただきたいんですけど、自分でマッサージするのもいいんですけど、こういうね、ローラーを使ってコロコロコロってしてるだけで結構ね、むくみが取れてくるので、むくみがある方はまずむくみが取れるっていう意味で足が細くなります。まっすぐこうやってやるだけじゃなくって、こうちょっと外に向けて外側をやったり、少し内側にひねって内側をやったり、コロ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 ってやってると循環が良くなって、だんだんね、むくみが取れてきます。足をこの上に乗せて、こういうふうにね、足首を動かすのもいいですね。こういうふうにちょっと押さえてる状態で足首を動かしてあげると、中で筋肉がこうやって動いて、どんどんね、こっちに溜まってる水分が上の方に戻ってきます。これ、むくみを取るっていう面ですごく速効性があるんですが、実はそれだけじゃないんですよ。足のね、ももの方なんですが、ももが太い人ってももの前側とこの横側がすごく筋肉が硬くなっちゃってるんですね。そこの部分をコロコロしてほぐすことによって、まずはね、筋肉を柔らかくしてあげて動きやすくする、そういうふうにして固まっちゃった筋肉をほぐすことで見た目が変わってきます。もりって硬くなっちゃってる部分をしっかりほぐしてあげるっていうふうにすると、見た目がね、スッと綺麗な足になるので、これは少し時間がかかりますけど、何日かやってると足がほぐれてきて、だんだんね、細くなってきます。ので、最初ね、これ、もしかしたら硬い人はすごく痛いかもしれないです。なので、後ろにこうやって足を置くか、前にこういうふうに置いて、足のね、横の部分をこうやってほぐしていきます。で、真横をね、こうやってゴロゴロして、次に斜め45度ぐらい、少し下を向いて、斜め45度のラインをこうやってゴロゴロしていきます。で、あとは完全に前側ですね。下を向いて、足の前側にもちょうど痛いラインがあるので、まあ、痛気持ちいいぐらいの感じで重さをかけて、コロコロってやっていきます。あんまり痛すぎて足にグッて力が入っちゃうと逆効果になっちゃうので、できるだけリラックスして、うーってなんないで、笑顔でできるぐらいの感じでね、体重をかけてコロ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 っとやっていってください。これ、お尻の方までいっちゃってもいいですね。この辺、お尻のこの辺もゴロゴロやって、この辺かなり気持ちがいいですね。一日中座ってばっかりいる方とかは、やっぱりこの辺もかなり硬くなっちゃってるので、この辺ほぐすと腰痛もすごく楽になりますから、ぜひやってみてください。で、最近筋トレを始めた方、特にこれね、大事なことなんですけど、私もトレーニングやった日は、だいたいこれでしっかりね、ほぐすようにしてるんですけど、トレーニングってやると筋肉は縮んじゃうんですね。縮んだまんま硬くなりやすいので、若い時は寝れば治るんですけど、もう40歳以上はですね、寝ても筋肉は固まっちゃったまま、朝起きたら余計固まってるみたいになっちゃうので、そうならないように使った筋肉はね、その日のうちにほぐしてあげると次の朝すごく楽になります。なので、トレーニングをやった日は特にやった場所をね、しっかりほぐしておきましょう。ももの後ろなんかも、内ももだとかももの後ろもこういう風にしてコロコロってやると気持ちよくほぐれてくるので、トレーニングやった日はできるだけしっかりほぐすようにします。特にもう足が太い人がやりたいのは、このももの前側と外側、ここの部分が一番硬くなりやすいところです。さらに、ここが硬くなると腰痛になったり膝痛になったりする原因になります。ここがね、しっかり緩んでしっかり動いてる状態を保つことで、膝だとか股関節だとかがしっかり動くんですね。ここがギュって固まっちゃってると、それだけで見た目は太いし、膝も股関節も動きづらくなるので、それによって痛みが出ることがすごく多くありますから、ぜひここの部分はしっかりほぐしてください。
で、ここをしっかりほぐすと、皆さんがよくやっているワイドスクワットで、ここに効かないで、ちゃんと内ももに効果が出るようになります。ここが硬いまま一生懸命内ももに効かせよう効かせようって言ってやっても、こっちが硬いとね、硬い方にどうしても力がグッて入っちゃうんですね。なので、ここの部分をほぐしてからワイドスクワットをやるようにすると、すごくね、ワイドスクワットの効果が上がります。なので、できれば、ももの前をローラーでほぐしたら、横に寝てもらって、足首を持って、こういう風に、ももの前を伸ばします。しっかり30秒ぐらい伸ばしてください。ももの前をね、伸ばしてあげると、ももの前に力が入りづらくなるので、ももの前を伸ばした後にワイドスクワットをやると、いつもより前ももにね、効かないで、しっかり内ももに効くようになりますから、コロコロした後、最後に仕上げに、ここのね、ももの前側をしっかりストレッチしてあげると、とてもいいです。はい。今日は、この小さいローラーでやったんですけど、うちの長いローラーでも、どっちでもやり方は一緒なので、お持ちの方をね、使っていただければいいと思います。最初はちょっと痛いかもしれないんですが、ほぐれてくると、だんだん痛みはなくなってくるので、毎日少しずつ続けて、だんだんね、足が柔らかくなってくるように、頑張ってやってみてください。はい。今、ミッコ LINE 公式アカウントでは、登録していただいた方に、限定動画をプレゼントしています。年齢に負けずに好きなことを楽しむための3つの秘訣という限定動画を配信していますので、ぜひ登録をお願いします。右下の逆三角形をポチッとしていただいて、そこから LINE 公式アカウント登録お願いします。また、本気で痩せたいというあなたには、私がビデオ通話を使って直接フォームのチェックをしたり、ダイエットの相談をしたりできるミッコダイエットパートナープログラムというのも初回体験していますので、ぜひ一度お悩みを相談してください。では、これからも一緒に頑張りましょう。ぐんぐん。40代からの動き